こんにちは、エンタメゴシップニュースです。井上尚弥、世界スーパーバンタム級の4団体統一王者は、9月3日に、東京の有明アリーナで元 IBF 世界王者の TJ ドヘニー・アイルランドと対戦し、7回0分16秒で TKO 勝ちを収めました。この勝利により、井上は、世界戦通算23勝となり、現役選手として世界最多タイ記録に並びました。また、世界戦9連続 KO 勝利という日本記録も更新しました。ドヘニーは、前日の計量から 11kg 増量して試合に臨みました。戦績は、31歳の井上が28勝 25KO、37歳のドヘニーが26勝 20KO5 敗となっています。予想外の結末でした。初回、前戦でダウンを経験した。井上尚弥は、冷静に試合を開始。一方、ドヘニーは、後ろに重心を置き、消極的な姿勢で応戦。井上は、徐々に攻撃を強め、6回には上下の内訳や、ボディーブローを次々とヒットさせました。そして、7回、井上が、コーナーで連打を浴びせ、強烈な左ボディーブローが決まると、ドヘニーは腰を押さえながらゆっくりと歩き出し、膝をついてダウン。これで TKO が決まり、会場では驚きの声が上がりました。試合は予想外の結末となりました。7ラウンドが始まってすぐ、尚弥から数発のパンチを受けたドヘニーは腰を押さえ、棄権を決意。これにより、尚弥の TKO 勝利が決まりました。ドヘニーは足を引きずりながら赤コーナーに向かい、尚弥陣営に感謝の意を示し、尚弥を称賛しました。青コーナーに戻ると、椅子に座った際に痛みが増したようで、コーナーにもたれかかりながら陣営と会話。さらに、息子とも笑顔で言葉を交わしました。その後、5から6人の助けを借りながらリングを降り、陣営に肩を貸してもらいながら右足を引きずって退場しました。ドヘニーは4人の子供を持つ父親であり、仕事とボクシングを両立する勤勉な人物です。今回も仕事を続けながらファイトキャンプに参加し、自信を持ってモンスター尚弥に挑みましたが、惜しくも敗れてしまいました。試合後の記者会見で、ヘクター・バミューデストレーナーは、現在、ドヘニーは大丈夫です。医師の診断を受けて休んでいます。7ラウンドでの怪我に見えましたが、実は、その前から痛めていたんです。神経に少しダメージがあったようで、3発のパンチが原因に見えたかもしれませんが、実際には、前のラウンドから痛みが始まっていたんです。その後、痛みがさらにひどくなりましたと説明しました。プロモーターのマイク・アルタムラ氏は、現在、ドヘニーはリカバリーに努めています。6ラウンド目で腰にパンチを受け、神経を痛めてしまいました。コーナーに戻った時も立て直そうとしましたが、痛みが悪化しましたと補足しました。そして、ドヘニーのコメントとして、もし、明日、6ラウンドの続きができるなら、本当にやりたいと思っていますと伝えました。この試合では、6ラウンド終盤、井上の左フックが、ドヘニーの腰を直撃しました。スロー映像を見ても、ドヘニーが打たれた箇所を押さえながら、表情を歪めていたことから、その一撃が効いていたことが分かりました。あの一撃がなくても、7、8ラウンドで勝負を決めていたでしょうが、井上のパンチで痛めてるなら、それは、もう立派な KO と言えるでしょう。彼は、前日計量から 11kg 増えて、66.1kg でリングに上がり、一方の井上は 7.4kg 増の 62.7kg でした。両者の体重差は 3.4kg。井上の次戦は12月に国内で行われる可能性が高く、対戦相手は WBO&IBF1 位のサム・グッドマン。オーストラリアが有力視されています。来年には、米ラスベガスでの試合も候補に上がっています。井上尚弥は2019年5月に自身が樹立した記録を超え、世界戦9連続 KO 勝利を達成しました。また、世界戦通算23勝という日本人最多記録も更新しました。この23勝は、元世界ミドル級3団体統一王者のゲンラジー・ゴロフキン、カザフスタンと並び、現役選手としては世界最多です。試合後、井上は大橋秀行会長と父で、トレーナーの慎吾氏と共に記者会見に臨みました。以下は、その際の主な質疑応答です。7回で、相手が腰を負傷しましたが、試合を振り返っていかがですか？これからが本番というところで終わってしまいましたが、結果は仕方ないと思います。今日は、セコンドの指示通り、丁寧に戦うことを心がけました。内容的には悪くなかったと思います。相手が11キロ増量してきましたが、パンチ力やパワーは感じましたか？少しは感じましたが、驚くほどではなかったですね。中盤からは、ショートの右が当たり始め、距離感もつかめてきました。自分のパンチも手応えを感じました。この試合を通じて、フェザー級を視野に入れることができると感じました。慎重に試合に入ったようですが、その理由は？今回は、慎重に入るというテーマがありました。中盤の6回、7回あたりからプレスを強め、12回を通して試合を組み立てることを考えていました。もし試合が続いていたら、相手を倒せたと思いますか？それは、あくまで仮定の話ですが、後半にかけて攻め込もうと思っていました。しかし、この結果になったのは仕方がないですね。今後について、次の試合は12月という話もあるので、会長と相談しながら決めていきたいと思います。調子はどうでしたか？試合中に首を振る場面がありましたが、調子はとても良かったです。首を振ったことは覚えていません。試合当日の体重は 62.7 キロで、これまでで一番重かったですね。今回は意図的にできるだけ体重を増やしてみました。自分のボクシングスキルに影響が出ない範囲で、どこまでリカバリーできるかを試してみたんです。その上で、適正な試合当日の体重を見極めたいと思っていますが、少し重すぎたかなと感じました。動きのキレが少し物足りないように見えましたが、そうですね、それは多分体重の影響かもしれません。原因については、映像を見返して確認したいと思います。相手がタックル気味に突進してきた場面がありましたが、どう感じましたか？特に気にしませんでした。ただ、それでバッティングになれば問題ですが、陣営の2人はどう見ていましたか？慎吾トレーナー、直也はシャープで丁寧に、自分の指示通りに動いてくれました。井上家としても、ドヘニーを過小評価せず、丁寧に対応しました。直也は、その通りにやってくれたので、私は満足しています。大橋会長、私も、ドヘニーをネリ以上に警戒していました。作戦通り、徐々に攻め込んでいき、そろそろ仕留めにかかるかなと思ったところで、試合が終わりました。ドヘニー自身が、一番、その状況を理解していたのでしょう。体重が11キロ以上増えたことが、腰を痛めた原因かもしれませんが、体重の増減が重要なわけではないので、あまり意味がないかもしれません。3、4回は判定が分かれましたが、そのラウンドは試行錯誤しながら、次の展開を考えていたのですか？正直なところ、あのラウンドの出来が悪かったとは思っていません。ドヘニーほどのキャリアを持つ選手が、あのような戦い方をしてくるのは仕方ないことです。ボクシングは、相手があっての競技で、それは皆さんも理解していると思います。その中で、自分としては、丁寧に最善を尽くしました。3、4回では、ガードの上から打たせて、突破口を見つけようとしました。結果が、皆さんの期待とは違ったかもしれませんが、自分としては、特に気にしていません。駆け引きに楽しさはありましたか？どうでしょうかね。これを言うとファンに、申し訳ないかもしれませんが、守備的な選手と戦うのは正直、あまり楽しくはなかったですね。相手の異常を察知したのは7回ですか？そうですね、その時に異常を感じました。理想としていた終わり方ではなかったし、観客の皆さんも同じように感じたと思います。ちょっと中途半端な終わり方になってしまいました。今回の試合では質問する側も困惑しているような様子でしたね。なぜこんな人物と対戦させたのか、後悔しているかもしれません。ある意味では歴史に残る珍しい試合でしたね。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか。前向きなコメントを残してくれましたら嬉しいです。この動画が気に入りましたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、またお会いしましょう。